中尾さん、はい、今回ですね、うん、視聴者の皆さんから安く車を買いたいとか結構いろいろいただくじゃないですか。あ、はい、その時に、うん、値引き交渉うまくできない車屋に嫌われちゃうお客さんいらっしゃるじゃないですか、うん、ちょっと言い回しというか。そうね、損してる人いるよね。そうなんですよ、うん、なので今回はその車屋に嫌われるダメなワードをちょっと5つぐらい教えていただけないかなと。あはは、オッケーオッケー。お客さんも得して、うん、車屋の営業マンとかも気持ちよく取引できるように。そうね、はい、お得な買い方だからね、これがね。そうですね、実際それも安くなると思いますし。やりましょうか。じゃあまず1つ目、はい、高圧的なタメ口ね。あ、なるほど、うん、まあ別にね、タメ口いいよ別にね、はい、その話し方次第、テンション次第じゃん。でもさ、正直15人に1人とか20人に1人ぐらいはめっちゃオラついてくる人いるじゃん。むっちゃきますね。ねえ、舐められたらこんなもん終わりだからなみたいな人いるじゃん、はい、あれはマジでやめた方がいいと思うよね。いや、シンプルに怖いんで。で、シンプルに怖いし、はい、この人打ったらなんか大変そうってなるよね、うん、確かにクレーム言ってきそうと思いますね、はい、で、その足元見られないように多分やられているんだろうけど、うん、正直力入らないよね。そうですね、ここは引くってなるよね。売りたくないね。あ、っていうか売るなって言ってる、うちの会社では。悪いけど、アマバリカでは、うん、それだけ気分悪くなる人はもう来ないでほしい、正直。うん、うん、なんか王様みたいにしてさ、来ておいコーヒーくれやみたいな人昔いたじゃん。いましたね。で、まあその昔はさ、お客様は神様ですよね、うん、みたいなことあったけど、全くフェアだと思ってる。自分たちのサービスとお客様のお金を交換してる感覚だから、はい、こんなんやるつもりないし、うん、だけどもちろん礼儀は尽くしてるつもりだし、うん、で、なぜそうするかっていうと、めっちゃいいお客さんいるじゃん、正直。いますね、うん、ありがとうみたいな言ってくれる人、はい、うん、でその人たちが来づらくなるし、確かにオラついてくる、お前とか言ってくる人はうちにはお客さんじゃないと思ってるし、他のお店もそうだと思うから、もうね、今の時代はやめた方がいいと思う。なんかオラついていくよりはにっこり笑って、なんか頑張ってよって言われた方がええってなると思う、心理的に。それが1つ目。2つ目はね、友達の車や。友達の車で聞いたんだけど、今 NBOX で100万ぐらいで買えるらしいじゃんみたいな。ありますね。友達のとこでじゃあなんで買ってないんだろうってまず思うよね。そう、大体これ要は、いや、それ絶対現実的に無理だろうなっていう、そうそうそう、仮想の仮想状態で、お前のとこがやれよっていう恐喝的な。そうあとさ、今この車俺友達のとこで聞いたら500万って言われたんだけど、お前のとこいくらなのって、まあそういうの高圧的に来ることが多いんだけど、はい、なんでそっちで売らないの、そんなにないよって思うよね。大抵無理ですよね、その条件。カーセンサーグーとかでも、うん、結局僕らもそういう車さ探せるんで、そう、探してみたらそのとこないじゃん、ないよねっていう。で、まあこれ悪いけど、大体その友達の車やっていうのはよくよく聞いていくと、まあその別にディスるわけじゃないけど、僕たち店構えて看板出して値段も全部出してやってるけど、正直ブローカーさんとか屋号も上げてない人が自称車屋って言ってる人が、相場こんぐらいとかって言って十分なツールもないまま想像で言って、自分では売る気買う気がないから、それでバディカン買わしたらとかって言って投げてくる。ひょっとしたらお客さんは悪意ないかもしれないけど、大体言ってくる人って、俺連れに車屋いるからぼったくんなよ系のオラついてる人が多い。これもやりたくないって思う。これは多分本当に営業マンみんな嫌な気持ちだったんですよ、うん、ね。そういう比較をしたいとか、そういうの大切じゃないですか、うん、言うのが一番いいですかね。そうそう、あ、ごめんごめん、そうね、愚痴になってたね。知り合いが車屋と話すんであれば、こういう車を買おうと思う、でこの NBOX みたいなのがお得だよって知り合いなんだったら相談してもらって、こういう車お宅にもあるって聞いてくれれば、うん、あ、この車がライバルなんだ、開けねえぞってなるよね。いや、比較対象を謎の検索してもかかってこないレベルの車じゃなくて、この店のこの車とこれよりいいのあるって言われたら安くしようっていう心理は働くかもしれないよね、うん、下取り高く頑張ろうとかね、はい、うちはまあ何度もいいけど値引きはしてないから、それによって値段が変わることはないけど、うん、営業マンの心理としてね、頑張ろうって気持ちは働くと思う。まあ、これが2つ目かな、はい、そうですね、ちゃんと3つを取りましょうと。じゃ3つ目お願いします。3つ目、とりあえずいくら、うんうん、特に買い取りの場合、はい、俺の今乗ってる車どうやら下取り層高いらしいじゃん、いくらみたいな LINE とかで、今ランクル乗ってるんだけど今いくらポンってくる感じ、はい、どれってなる。確かに何年式で何キロでグレードがどれぐらいで事故があるかないか、あと装備どれがついてるかとか聞かないと、何十万かあるじゃん。聞くと、え、それ全部必要みたいな、めんどくさみたいな、うん、いや逆に、視聴者さんに言っておきたいのが、こっち側の都合だけで言わせてもらうと、はい、1ミリもメリットがない。まず理由は、正しく査定すれば100万の車だとしても、いつ売るか分かんないから、はい、100って言って、じゃあ半年後に100って言ったじゃんって言われたくないから低く言いたいけども、それを90って言ったことで他社が100とかって言われたら、なんだお前安いじゃねえかって勝手になるし、確かに変な車になりそうですね。もう今このタイミングで売るんだったら、もう見てからちゃんと言いたいのが本音だけど、気持ちは分かる、目安にしたいの。だから
年式、距離、車種、グレード、装備まで正しく言ってほしい。それ言ってくれれば大体このぐらい。まあ言うよね。大体状態が良ければ100万。ちょっと傷があれば10万下がるかな。三力があればもう10万上がるよとか、そういう話はもちろんするよね。そうですね。うん。だから概算の買い取りの見積もりって結構危険ですよね。うん、危険。で、もう正直もう僕、もう友達から見てるかもしれない言うけど、これなんぼこれなんぼめっちゃ言う人いる。面白がって。うん、うん。まあ、相場上がってるから、はい、俺この3000持ってなんぼなんぼ。で、絶対売らないんよね。で、裏でどういうことしてるかっていうと、わざわざそれ LINE これ見に行ってさ、こんなの見れないから相場。頭にあっても1週間ごとに書き換わるからね。だから、ユースとかっていうお金を払って入ってる、ちゃんとしたデータベースを開いて、めっちゃ真剣に見て、切り取って、これだったらいくら印刷して、先週これだったから今だったらこれで、1ヶ月だったらこれかなって想像して、こっからここまでの幅ですっていうのに10分20分取られる。ほんとマジで、それぐらい真剣にやってる。ほんとそうっす。それも、これなんぼこれなんぼで1日何件も来たりする人がいるんよね。これ迷惑。普通に嫌がる。時間泥棒的な感じはありますよね。ある。人件費ただのっていう話になっちゃうよね。それはもうマジでクリマさんみんなあるあるだから、みんなね、ああ、いいよって見てくれてるだろうけど、本当は嫌がってると思う、マジで。そうですね。それはやめてあげた方がいい。これが3つ目。この続きでいくと、人件費問題だから、時間泥棒問題でいくと、はい、工賃サービスしてくれ。これは、その、嫌われるっていうか、マジで傷ついている整備士の人たちは。はい、なぜか、その、原価、ね、その、例えば1万円のものを、は、それは払う気あるけど、それを取り付ける費用5000たっけとか、ナビバックまで1万5000たっか、え、付けるだけやろみたいな。限界いらないやろって言われるけど、なぜか整備士だけただ。で、ちょっと、ね、これ見てる人は言いたいんだけど、髪切ってもらうのに5000、6000払うよね、1時間でね。そうですね。たっかって、その人たちに言わないと思うよね。まあ言わないです。整備士っていうのはなぜか工事たっけっていうと。ちなみに、整備工場とか数千万単位のね、場所によっては、まあ、うちなんてそれぐらいの規模のね、設備してて、はい、2年とか3年とか整備学校行って、資格取った人に、1時間で5000、6000、高は黙っといた方がいい。まあ、そうですね、うん。しかも整備士さんのそういった工賃とかって、うん、もしかしたらぼったくってところもあるかもしれませんが、うん、基本はそんな高い工賃じゃないんで、うんうん、あのね、報われない業界って言われてるよね。そうなんですよ。給料安かったりとか問題もありますもんね。そう、レートっていうのが決まってて、1時間あたり大体7000円から1万円に行こうねっていうのが、いわゆるその団体で決まってて、はい、まあそれぐらいじゃないと採算合わないよねっていうラインね。ナビバックモニター、まあドライブレコード取り付けて1時間ちょっとぐらいかかるんであれば、まあ1万円ぐらい欲しいよねみたいな。そうです、ね。とこあるよね。うん、で、工事サービスよっていうのって、ラーメンただで作れるみたいな感じよね。昔はさ、物自体に利益がっつり乗せて、ナビ5万円で仕入れて、はい、10万円で売るから工事サービスだって見せ方してただけで、で、今はさ、インターネットがね、普及したから、値段がもうね、全部わかるから、本当ナビなんか多分、本体1000円とか2000円しか乗せてないとか、ほとんどじゃん、はい、うちだってそうじゃん。うん、で、ね、こっち取られてると、人件マジでただっていうか、赤字でしかないから、そうですね。売りたくないなってなる。だから損するっていう話ね。うん、しかもこの値引き要求が激しい人って、最初の見積もり、うん、どのみちこの人値引きでやらないと満足しないと思って、そう。演出する、うん、余白ちょっと付加して見積もりとか作りますよね、大手の時とか。そう、あのね、そう、うちは絶対やらないし、はい、やってない、そんなことやる人いないけど、前の会社とかはめっちゃ行ってきてるやん、初めからみたいな、うん、値引き安せよって言ってる人とかだったら、あの10万とか乗せて見積もり持って行ってたもんね。どうせ値引かれるんだから。そうなんですよ。パックとかもうパンパンにつけてね、工賃の最上級のやつにして、うん、ナビの工賃とか高めに入れて、で言われたら削っていく。そうです。どうせ言われるから。だからその人ってもう10万値引いたったぜって言ってるけど、え、乗せられてただけだけどみたいなことも正直あるよね。いや、これ結構あると思ってて、うん、なので、まあ、無駄な時間が余計かかってるし、どっちにしても値段したからね。しかも交渉しなかったら高く買っちゃうんで。そう、ひょっとしたら10万円乗せてたけど6万円7万円しか下げてくれないかもしれないよね、ひょっとしたら。うん、まさにここっすね。まあ、実際あったしね、そういうケースは。ゆっくり笑って安くしてた方がいいよね。ほんとそうですね。うん。じゃあ、ラスト、お願いします。5つ目。はい。いきます。これは、まあ、大して嫌われるってことじゃないけど、勘違いされてる人も多いから、うん、一応言っとかないと。現金で買うから安くしてくれ。あります。ありますよね。これは多いです。これはね、なぜか決め台詞があるんだけど、はい。実はね、シンプルに言うと、まあ、現金よりローンの方が車は儲かります。他の動画でもやったけど、ローン組んでほしいよ、死ぬほど。そうですね。手数料入るから。はい。そうね、僕たちもまあ、他の動画でも言ったけど、僕たちどっちでもいいです。その上でローン組んでくれれば、キックバック入ります、多少。それこそ数万円儲かったりする。まあ、手続きにね、かかるから、利益が増えるけど、はい、どっちかって言ったらローンの方が嬉しい。お金もパッてすぐやってくるしね。だから、現金で買われる方が嬉しくはない。現金で買うから安く しろや、みたいな、やってる人は、その時、あざすごいっすねとは言ってるけど、いや違うんだよなって思いながらやってるから、あんまり今は現金で買うから安くしろは言わない方がいいかも。
嫌われはしないよ、さすがに。そうですね。全影響が、いや、現金の方が儲かんないんだよ、うちはっていう。うん、クレジット組んでほしいんだよって思ってるよね。っていうツッコミは心の中で毎回入れてるんで。一応アドバイスというか。そうですね、うん。そういう人ってさ、どうやってる感じあるじゃん。もう足下ろしてきてやるわ、みたいな感じの人いるじゃん。だからそれでね、安くなることはないから。うそうですね。それは言わないでいいと思います。あれはね、なんかいろいろ言ってさ、ちょっとなんか、愚痴っぽくなっちゃったかもしんないけど、でも、僕たちよく言ってるのは、1台売って2台失うからやめようって、売らないっていう判断をよくしていくんだよね。多分お客さんそんなことありえない、ムカつくかもしんないけど、うん、でも、現実にもう痛い目見てきたらやっぱね、気持ちよくなっちゃってさ、わーわー要求、ナビにこれつけるサービスせ、これタイヤ持ってきたらつけてくれ、タドでやれ。とかあれだけ出すと本当にさいい人に対応できなくなるから普通に上手に使っていってくれれば僕らも誠心誠意やらせてもらうから、はい、そこはね気持ちよくお互いやりましょうって感じかな。まあ営業マンでも大変な態度取る人いると思うんで、うん、ああそうね確かに、はい、ダメな営業もいるからねそれはもう内前提でねそうですそうですいい人は損するみたいな話ありますが、うん、このチャンネルで車を買う知識をつけてもらっていい人で店頭に行って交渉してもらうのが一番いいかなとそうねはい、うん、思いますんではい、はい、今回の動画が参考になりましたら高評価ボタン参考になった方はバット評価でもいいのでどちらか押してチャンネル登録もよろしくお願いいたします、はい、お願いしますはいということで中野社長本日はありがとうございましたありがとうございました中野社長今回お知らせがあるということではいお知らせあります僕がこの業界ね15年ぐらい第一線でやってきて車を安く買う方法それとか高く売る方法 YouTube でこれまで出してきましたけど忙しくてなかなか全部見られない人もいるんでそれはね PDF にまとめましたでダウンロード方法はね概要欄に書かせていただくんでそこからダウンロードしていただければもう皆さん見れますんで、まあ、やろうと思った理由はこの動画を見てくれてる人かなり真剣だし1円でも安く買いたいっていう気持ちあるけど騙された人とかも多いからあんま全部出しちゃうと正直車屋さんが儲けが減るからちょっとワンチャン干される可能性あるんだけどこのチャンネルを見てくれてる人は信用してお出しさせていただきますんでまあ、ツイートとかはしないでほしい。どのぐらい安く買えたりするんですか？手ぶらで行くよりは絶対これ全部見ていったら上と下で下手したら本当に15万20万変わることも多いと思う。そういうコメントもいっぱいやったしね、まあ、そういった損したくない方はぜひともこちらの概要欄からチェックしてみてください、うん、はい見てください。